団道なり団道なり、東信末から総書島にかけての武将。男将、男子の弟、本願は、高平軍近京県。宋の建国者である劉勇に仕え、宋第二代皇帝、昇帝の後帝になったが、後にその武名を恐れた文帝によって殺害された。三十六系の著者。四百四年、東信を滅ぼして自ら皇帝を戦勝していた、寛元を討伐するため、 劉優に従い決起し、大いに功績を挙げている。416年には、劉優の北伐に先鋒として参戦し、御神を滅ぼした。その時の功により、進む鳥子将軍及び、老屋内氏となる。闘神に代わり、僧が建国されると、英州建国、南遠州市氏となる。422年、劉優は、段道成や、除染の、風寮、シャツゴに工事を託し、 死去する。第二大皇帝として朝帝が即位したが、女戦これらと共に朝帝を廃し、文帝を擁立する。424年の文帝の即位に伴い、進む北将軍となる。また、426年には、朝帝廃立、殺害の罪を問われた、シャツゴモリを討伐し、進む南大将軍、海府義堂三次、甲州志士となる。なお、段道りが、 公衆志士であった頃、ノニックだった、当選の才能を惜しみ、主官を進めているが拒絶されている。431年1月、段道成は北伐を実行し、北義の列記場に到達するも、兵糧不足のため撤退する。やがて総軍の最高職である主空となる。段道成自身、才能に溺れるところがあり、そのため、文帝としばしば対立することがあった。 またその威勢は天下に振るい、左右の腹心は全員百戦の勇者で、指定は皆再起間発の春秋ばかりだった。このため文帝が病に倒れた際、重心の残元と国を奪われるという困難を恐れた文帝により殺害されることとなる。この時捕らえられた段道なりは文帝を睨みつけながら、目の前で頭巾を床に叩きつけ、自分を殺すことは、 万里の頂上を壊すことに、等しいと叫んだと伝えられている。北義への北伐の際、総軍は、列記場まで達するも、兵糧不足となり、逃亡者や士気の衰えが出始めていた。やむなく段道なりは、撤退を決定するが、総軍の損失を、最小限にとどめるための策を考案した。マスに砂を持って、米のように見せ、また余った兵糧を地面にばらまき、 兵糧が豊富にあるかのように偽装した。これを見た北義軍は、総軍の兵糧が尽きていないと思い込んだ。そこで、段道なりは総軍を悠然と退却させたが、北義軍は副兵を恐れて追走してこなかった。三十六系の、総溜め上は、南西書の大高し即伝、計測曰く、断三十六作、総勢城系と、三十六系逃げるにしかずの公言である。 段道なりの死を知った北義は、もはや、そうには、一人の恐るるにたる者もおらぬと喜んだと伝わり、また文帝は449年に北義軍が大軍を率いて南下市都にまで迫った。再、北方を望みながら、ああ、今もし、段道なりが生きていたら、小牙に、ここまで攻めて来させるようなことはなかったろうにと、短足して述べたと伝わる。ありがとうございます。